主役はバイキンマン。どうもありがとう。僕アンパンマンです。まずは元気に体を動かそう。みんなも一緒に歌ってね。アンパンマンのマーチ、ミュージックスタート。一体何の役なんだ？ねえ白玉様、
なの？昔昔、ある国にとても可愛いお姫様がいました。それが私ね。そしてお姫様の頭にはとっても美しい幸せのティアラが。ティアラ？嬉しい。ところがそのティアラを悪い大魔王が狙っていました。悪い大魔王？それがバイキンマンね。てやっぱりそうなるか。そうね。いや違う。君は大魔王からティアラを守る王子様の役さ。お俺様が王子様？そう、諦めずに戦い続けるその姿、王子役にぴったりだ。ティアラとそしてドキン姫を守ってくれたまえ。私バイキンマンじゃなくて白玉様に王子様やってもらいたい。ドキンちゃん。いや、私にはこのお芝居を大成功させるという大事な仕事があるんだ。でもバイキンマンじゃ。だ大丈夫だよ。でもな。俺様頑張るから。広い空、そして食パンのように真っ白で美しい雲。ん？今日はなんていい日なんだろう。おお、素晴らしい。あ、そうだ、食パンマン、君も王子様の役をやってくれたまえ。王子様ですか？ああ、ドキン姫のティアラを守る王子様の役だ。うわー嬉しい。食パン王子、私のことも守ってください。任せてください。一緒に頑張りましょう。はい。おいおいおい、じゃあ俺様はどうなっちゃうの？安心したまえ、王子様は二人だ。これで物語に深みが出る。俺様一人で十分なのに。いいじゃない、ドキンちゃんも食パンマン様がいるなら頑張っちゃおうと。いや、ドキンちゃん、ここだったら俺様が一番目立ってやる。ところで白玉様、大魔王の役は誰がやるの？それが悩みどころだ。大魔王役ですか？やっぱり大魔王はバイキンマンがやってよ。いや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 、俺様は王子様で主役なの。もうしょうがないわね。困った。大魔王は一体誰が？こんにちは。みんなどうしたの？ゲアンパンマン、さっきはよくもやってくれたな。そうだ。なんだ？アンパンマン、君にお願いがあるんだ。何ですか？君に悪の大魔王の役をやってもらいたい。大魔王？そう、君はドキン姫から幸せのティアラを奪おうとする大魔王。そしてそれを守るのがこちらの二人の王子。バイキン王子だ。食パン王子です。よろしくお願いします。アンパンマンが大魔王ということは、王子様役の俺様は正々堂々とアンパンマンを倒すことができる。これは絶好のチャンス。僕に大魔王役ができるでしょうか？大丈夫だ、君ならきっと立派にやり遂げられる。そうだそうだ、大魔王はアンパンマンにしかできない。それじゃあ僕頑張ります。これでアンパンマンをギッタギッタにできる。よし、これで配役は全て決定だ。でも上手にできるかな？食パンマン様、練
練習しましょう。はい。あー、俺様も。じゃあ僕はパトロールに行ってきます。待ちたまえ。はい。君は私と一緒に特訓だ。え、あ、はい。では特訓を始めよう。お願いします。まずは大魔王がお城に現れる。はい。大魔王だぞ。悪い悪い大魔王だぞ、うん、その調子。そしてお城に入って暴れる。はい。あ、でもどうした。お城で暴れるのは危ないんじゃないですか。いや、これはお芝居だから。頑張ろう。あ、はい。お城をめちゃめちゃにしちゃうぞ。うん。そしてお姫様を襲う。はい。あ、でもどうした。お姫様を襲うのはかわいそうなんじゃ。いいかい、これはお芝居なんだ。さあ、私の真似をして。はっはっはー、もう逃げられないぞ。はい。はっはっはー、もう逃げられないですよ。まあいいだろう。そしてお姫様から幸せのティアラを盗む。はい。あ、でも今度は何だ。盗むのは良くないんじゃ。アンパンマンだから、これはお芝居なんだ。ティアラは私のものだ。はい。ティアラは私のものではないですが、もらってもいいですか。違う。そんな優しい大魔王では王子たちに負けてしまう。なんだか緊張してきちゃって。私はステージの準備があるから、あとは君一人で頑張ってくれたまえ。君は練習すればきっと上手くなる。それじゃ。よし、頑張るぞ。主役のお芝居が始まるぞ。そうだ、せっかくだからお前たちにもお芝居に参加させてやる。うん、お前たちの役は、そうだな、家来だ。お前たち全員このバイキン王子の家来にしてやる。いいか、俺様が合図をしたら大きな声でハーヒフーヒフーって言うんだぞ。じゃあ練習だ。行くぞ。せーの、ハーヒフーヒホー。まだまだ。俺様の家来はもっと大きな声が出るぞ。はい、大人も子供も元気よく。はい、せーの、ハーヒフーヒホー。よしよしよし、さすが俺様の家来だ。うん、本番もその調子で頼むからな。白、それは白玉の色。白、
それは汚れなき心。ようこそ。さあ、心の準備はよろしいですか？それでは素敵な物語の始まり始まり、みんな拍手。昔昔、ある国にそれは可愛らしいお姫様がいました。皆さん、ご機嫌いかが？キュートで可愛いドキン姫です。そしてドキン姫は幸せになれるという不思議なティアラをつけていました。これが幸せのティアラよ。とっても綺麗でしょ。ところが、そのティアラを悪い大魔王が奪おうとしていたのです。キャー、誰か守ってー。とそこへティアラを守る二人の王子様が現れました。俺様はサイダー。はいはい、どうもどうも、主役のバイキング王子だ。お前たち、さっき練習したハーヒフーヘホー、行くぞ。せーの、ハリフヘホー。なんかもっともっと大きな声で、せーの、ハリフヘホー。なあ、俺様最高。王子様はもう一人います。と、私は隣の国の食パン王子。ドキン姫、あなたのティアラは私が守ります。食パン王子、守って守って、私を守って。と、そこへ、わっはっは、見つけたぞドキン姫。来たな、大魔王、かかってこい。わっ、僕は悪の大魔王だ。誰が来ようと、ドキン姫のティアラは僕がもらうぞ。そんなことはさせないぞ。ドキン姫、ここは危ないので隠れていてください。はい、食パン王子。さあ、二人の王子様対大魔王の戦いが今始まる。まずは食パン王子が大魔王に立ち向かう。わかりました、行くぞ大魔王。やしかし、大魔王の攻撃に跳ね返されてしまう。やうわ。続いてバイキン王子が大魔王に立ち向かう。シャキーン。大魔王を倒せるのは主役の俺様だ。行くぞアンパンマン。あ、いや、アンパン大魔王。いやー、しかし大魔王は強い。いやー、わー、うん、まだまだ。いやー、やっぱり大魔王は強い。いやー、うわー、ってちょっと、なんでアンパンマン倒れないの？俺様主役なんだろ？わはは、このままでは一体どうすれば大魔王に勝てるのでしょうか？大魔王を倒すには二人の王子が協力する必要がある。協力？そう、バイキン王子の持つ金の剣、
食パン王子の持つ銀の剣、二つの剣の力を合わせ二人で大魔王を倒すのだ。わかりました、バイキン王子、二人で力を合わせて大魔王を倒しましょう。やったに。え、アンパンマンは俺様が一人で倒すんだ。でも二人でだけ、行くぞアンパンマン。いやうわあ、これはどうしたらいいのでしょうか。たまげ、うわあ、から逃げるな。うわあ、お話と違います。なアンパンマン、とうとう追い詰めたぞ。うわあ、はあ、ダメダメ、バイキンマン、何やってるんだ。二人の王子が協力して倒さないと物語に感動が生まれない。いや、うるさいうるさいうるさい、アンパンマン、くんの、うわあ、どう、くんの、どう、くんの、私が出るしかない。はあ、白玉王子参上。白玉王子、なになに、白玉王子ですって。そう、私は隣の隣の国の王子、白玉王子。ドキン姫、あなたのティアラは私が守る。白玉王子、素敵。これは悪を打ち砕く正義の剣、ダイヤの剣。ダイヤの剣、キャー、白玉王子、アンパン大魔王、行くぞ。はあ、やあ、うわあ、やられた。ドキン姫、お怪我はありませんでしたか。はい、ドキン姫が無事で本当に良かったです。はい、ありがとうございます。ドキン姫はとっても幸せです。では、ごきげんよう。さらばです。バイバイキーン。ちょっと待って。こうしてドキン姫の大切なティアラは無事に守られましたとさ。めでたしめでたし。なに、ね、これで終わり。そのようですね。もうせっかく俺様がアンパンマンを倒せるチャンスだったのに。皆さん、いかがでしたでしょうか。お楽しみいただけましたか。食パンマン様、白玉様、とってもかっこよかったです。ありがとうございます。うん、2人とも可憐な演技だった。それでは出演者を紹介しましょう。皆さん、大きな拍手をお願いします。ドキン姫役、ドキンちゃん。隣の国の食パン王子役、食パンマン。そして悪の大魔王役、アンパンマン。そして
隣の隣の国の白玉王子役、白玉様。そして、どうせお兄様は主役の王子役、バイキンマン。バイキンマンもかっこよかったわよ。そうとも、バイキンマン、予定とは違ったが、まるで本物の戦いを見ているかのような迫真の演技だった。そう素敵なお芝居を演じてくれたみんな、そして主役のバイキンマンに盛大な拍手を。なさすが俺様。僕も緊張したけど、とっても楽しかったです。そうですね、アンパンマンの一生懸命な演技も素晴らしかった。やればできるじゃないか。ありがとうございます。まあ、俺様の演技が一番だけどな。まったく、バイキンマンたら。これからも僕たちのことを応援